皆様こんにちは、数学ラブです。仕事算を数学するの SPI 編で、今回は問題3番を実際に解いてみましょう。ちなみに私は就職活動中の大学生の方や転職を考えている社会人の方のお役に立てるよう SPI の動画を投稿しています。また学校では習わないようなことも含めた面白数学動画も投稿していますので、よろしければチャンネル登録をお願いします。では問題です。ある印刷会社はコンサートのチケットを印刷することになった。印刷機械 A は15時間、印刷機械 B は12時間、印刷機械 C は10時間かかる。印刷機械 A、B、C 3台同時に印刷し始めたが、印刷機械 B が1時間後に故障した。修理に1時間かかり、印刷し始めてから2時間後に印刷機械 B は印刷を再開した。では問1です。印刷機械 B が故障しなければ、何時間後に印刷完了予定でしたか？答えは4時間後です。これは仕事算の問題ですので、全体の仕事量を1として考えると、印刷機械は15時間でこの仕事を終えるということですから、印刷機械 A の1時間あたりの仕事量は15分の1と表すことができます。印刷機械 B だけを使うと12時間で印刷が終わるということですから、印刷機械 B の1時間あたりの仕事量は12分の1ということがわかります。印刷機械 C だけでは10時間かかりますから、1時間あたりの仕事量は10分の1ということがわかります。印刷機械 B が故障しない場合、つまり印刷機械 A、B、C それぞれが全部ですね、印刷できる状態だったということですから、それぞれの仕事量を足してあげて計算すると1/4、つまり1時間あたり4分の1仕事ができるということがわかります。そして仕事量は全体で1としていますので、 1÷ 今求めた4分の1の計算をすると、4時間で印刷は完了する予定だったということがわかります。では問2です。実際には印刷し始めてから何時間何分後に印刷完了しましたか？答えは4時間20分後です。最初の1時間は印刷機械 A、B、C 全てが使える状態でしたので、それぞれの1時間あたりの仕事量を足してあげると4分の1仕事ができたということがわかります。次の1時間は印刷機械 B が使えませんので、印刷機械 A の仕事量、1時間あたりの仕事量と印刷機械 C の1時間あたりの仕事量10分の1を足してあげると6分の1仕事ができたということがわかります。ではその時の残りの仕事量を計算すると、全体の仕事量1から最初の1時間でした仕事4分の1と次の1時間でした仕事量6分の1を引いてあげて計算すると、12分の7仕事が残っているということがわかります。この残りの12分の7という仕事量を、今度は印刷機械 A、B、C 3台すべて使えますので、1時間あたりの仕事量は4分の1ですから、割る4分の1の計算をしてあげると、2と3分の1時間で終わるということがわかります。この3分の1時間というのは分に直すと ×60 で20分ということがわかります。ですのでこの2と3分の1時間、つまり2時間20分に最初の1時間と次の1時間を足してあげると、答えは4時間20分後となります。
ではまとめです。今回の問題は仕事算の問題でした。仕事全体の量を1として考えることはできましたか？ A の基準単位あたりの仕事量を A 分の1として表すことはできましたか？ B の基準単位あたりの仕事量を B 分の1として表すことはできましたか？基準単位あたりの仕事量の合計を A 分の1足す B 分の1足すというように表すことはできましたか？わからない、怪しいなという方は仕事算の解説動画も投稿していますので、そちらで確認をしてください。いかがでしたか？今回は SPI 編仕事算の問題3番を実際に解いていただきました。この動画に対するコメントやご質問、ご意見などもコメント欄から受けたまわっておりますので、気軽にお寄せください。 Twitter もやってます。そしてこの動画がいいな、面白いなと思った方は高評価とチャンネル登録をお願いします。それでは最後までご視聴いただきありがとうございました。